久保さん、今回昭和のバカにしましょうか。昭和のバカ。バカ誰やねんと。僕です。僕なんです。まあ、どれぐらいバカかっていうと、まあ、YouTube の動画を2万6千本アップする、まあ、バカですよね。まあ、一回ですね、あの、僕叩かれまして、あんまり自分の、あの、検索しないんですけど、昔あの、大量に動画してる、アップしてるバカがいるみたいなね。 言われたことがあります、書かれたことがありまして <laughs>。まあ、バカでしょ。うん、猿の一つ覚えみたいな感じで、ね。でもこの猿の一つ覚え、でもできてよかったなと思います。でも逆を言うと猿の一つ覚えだからこそバカにできたのかなっていう。で、なんでみんな普通僕より賢いのに、なんで自由な生活を送ってないのかなっていう。うん。バカです。バカだけど、まあ、自由にやってます。 うん、だから人に誇れるような学歴じゃないです。うん、中学校の成績オール1です。学校もろくに行ってなかったし、行っても寝てるだけだし。中学校の成績オール1ですよ。まあその中学校の成績オール1でも大学まで行ったんですけど、まあそれスポーツやってたんで全部面接、スポーツ推薦、特待で入りました。だから勉強一切やんなくても入れました。だけど、まあ勉強全然してこなかったからね。 ま、就職活動は悲惨でしたけどね。もう悲惨の悲惨ですよ。まあ、そのツけが回ってきましたね <laughs>。君バイトでも難しいねって言われましたからね。申し訳ないけど君バイトでもうち採用難しいよって言われましたからね。なかなか言われないでしょ。相当ひどかったんでしょうね。<laughs> うーん。だからそんな馬鹿でもね、今、なんか、自由に生きてますので、うーん、なんかありがたいなと思いますね。うーん。 でも、バカ、バカですけど、バカなりにいろいろやった結果、まあ、なんか一般の人が憧れるような生活はできてるのかなとは思います。まあ、今日もね、月曜日ですかまあ、あの、会社にいた、今日から一週間か、って言ってる中、関係ないですからね、僕。全く関係ないですから。うーん。もう、毎日が日曜日であり、毎日が仕事っていう。毎日仕事で、毎日、 遊びですし。まあ他の人とちょっと違う感覚っすね。うん。毎日仕事だけど、別に、うーんー、トゥードゥでやる仕事は、今日トゥードゥでやる仕事何分やった多分2時間1時間ですよ、今日。ブログの出筆と、ブログの出筆15分。動画30分。まあすいません、この億万長者合宿シリーズは趣味でやってるので、 仕事としてやったやつですね。30分でしょまあ1時間ぐらいですね、今日のルーティンは。で、これ、これはすみません、趣味です。趣味です。仕事じゃないです。<laughs> その、うーん、まあこれも仕事っちゃ仕事なんですけど、<laughs> 別に家、取んなくてもいいですからね、暇なんで送ってます。暇なんで <laughs>。うん。しますね。はい。でもこの後ちょっと予定あるので、あの、 多分、まあ、かい、久保さんのやつは、まあ、暇だったらまた一本くらい返すかもしれないですけど。<laughs> ま暇じゃないとできないですよ、こんなに。この、オグマジョジェ合宿シリーズも、もう8000本、9000本やってますからね。まあ、アホですよ。暇ですよ。<laughs> 暇じゃないとできない。うーん。でも、ありがたいですよね。暇だからこれできるんで。逆になんかあの、 あの、久保さんもたまに思うかもしれないですけど、僕からあんまりそのレスポンスが悪いとかね、はいあの、帰ってこないと、俺なんか吉田さんどうしたのかなみたいなね。<laughs> 結構もう日、日課、暇だから、日課にな、なんか、久保さんからの、あ、まあ、あとそうそうそう。うん、あの、喋んないんですよ。他の人と大した。久保さんも。だ今、カメラに向かって喋ってることがもう、めちゃくちゃ多いわけですよ。 人と会わないしね、久保さんも。僕も人と会わないんで。だからカメラ越しに久保さんにこう語りかけるっていうのは、なんか、ちょっとあの、ちょっとつな、社会と繋がってんじゃないかみたいなね <laughs>。いや、僕も社会と繋がってないから、このやり取りはどうなんだろう。まあいいや <laughs>。うん。そう。まあ昭和の馬鹿でも、令和で生きて、い、い、自由に生きてます。いってらっしゃい。